前の皆さん、こんにちは、翼です。はい、ということで本日なんですけども、こちら、久しぶりにですね、滋賀竜王アウトレットにやってきました。まあ、今週ね、土曜日日曜日にですね、私のブランドエールジャパン崎山翼とですね、スニーカーダンクさんとコラボによるポップアップストア、スニーカーダンク原宿店さんでね、2日間限定で開催させていただくんですけども、まあ、冒頭からめちゃめちゃ話それてますけど、今回のポップアップで開催を記念してですね、10万円分のですね、スニランのクーポン券、こちらね、ポップアップ開催記念キャンペーンといたしまして、10万円分のクーポン券プレゼントさせていただきますので、ぜひね、こちらぜひ参加していただきたいのと、詳しくは、概要欄の下にね、情報載せておりますので、そちらチェックしていただきたいんですが、まあ、東京でイベントがあるということで、まあ、中継地の滋賀の、竜王アウトレットにね、ちょうど1年ぶりぐらいに、やってきました。まあ、あんまりね、滋賀とかって来ること、本当に音楽関係の仕事だったりとかぐらいで、普段あんまりね、プライベートで来ることもないので、まあ、久しぶりに竜王アウトレットどんな感じになってるのかな、と思いまして、やってきたんですけども、最近ね、非常にアウトレット暑いですよね。前回の動画で韓国の、韓国旅やらせていただきましたけど、韓国旅のね、目的はヒュンダイアウトレットだったんですけど、そこのナイキストアがちょうど改装中で、残念ながらね、店内物色することできなかったので、まあ、あのヒュンダイアウトレットと同じものが置いてるのかはちょっと分かりませんが、まあ、最近アウトレット市場ね、非常に熱いので、その辺をですね、まあ、しっかり見ていきたいなっていうのと、まあ、そのヒュンダイアウトレットね、 AJ1 のパイングリーンあるじゃないですか。パイングリーンじゃなくてラッキーグリーンか、15万ウォンとかで売ってたんですよね。で、まあ、皆さんご存知だと思いますが、僕もともとギャップの社員だったんですよ。まあ、今ね、あのカニエとかショーンとかとコラボをやったりもしてますけども、あのギャップですよ。当時ギャップジャパンで働いてた頃にですね、韓国人の友達がいたんですけど、その子、まあ、ギャップジャパンで語学の勉強しながら、まあ、ギャップでアルバイトみたいな子がいたんですけど、その子韓国に帰っちゃったんで、まあ、その子と久しぶりに会うために韓国に行って、その子からですね、韓国のアウトレットでラッキーグリーンの AJ1 が15万を、まあ、日本円にすると今やと、まあ、1万7000円ぐらいかな、アウトレットで大量に流れてるということで、まあ、それをちょっと見に行きに、まあ、プラス友達ともね、久しぶりにちょっと会いたかったので、まあ、韓国に行ったんですけども、まあ、残念ながら改装中やったので、見れなかったんですが、まあ、最近、アウトレットね、結構暑いんで、今日はナイキのアウトレット、見ていきたいなと思います。ラッキーグリーンのね、 AJ は日本でも、まあ、余ってはないけど、ここ数年では非常に数が多いモデルと言われてたんで、まあ、あったらラッキーかなっていう感じですけど、今日はね、そんな感じで土平日なんで、ガラガラですね、連休明けなんで、非常にショッピングしやすい環境になっております。我らがスニーカーダンクさんとコラボによるポップアップストア開催を記念して、過去最大級、皆様に10万円分のクーポンプレゼントキャンペーンを開催しております。このクーポン使ったら皆さん好きなスニーカー買えてまうやん。まだ9月の23日24日スニーカーダンク原宿店にてポップアップストアを開催いたします。詳細は概要欄からインスタグラムをチェック。ジョーダン3っすね、全然知りませんでしたけど、1万3000ってこと安いっすね。箱とかもレッドセメントでしたっけ、あの形が変わったジョーダン3からよくリリースされているデザインの箱っすね。昔ながらのタイプじゃなくて、こういうタイプの、こちら、ジョーダン2っすね。1万1000円、ジョーダン3と11配合したみたいな、13の要素もちょっと混じってますね。はい、こちら、ジョーダン1風のジョーダン NU レトロ1ローらしいですね。ちょっとロイヤル2系なデザイン、8900円。っていうか、あの竜王アウトレットもあれですかね、ナイキ改装したんですかね、すごく綺麗になってますね。こちらヤペニー2の未発売のジョーダン1のイチローみたいなカラーリングですね。これ普通にかっこいいっすね。12000円、定価なんぼなんでしょう。最近アウトレットペニー率高いっすね。こちら13999円ですね。あとはこの辺のジョーダン、いろいろ置いておりますけども、従来のちょっとナンバリングっていうものは、ないですね。ジョーダン3と同じくなんかちょっとピンク系、ローズゴールド、ローズピンク。この9999円のフォースワンめちゃめちゃかっこよくないですか。なんかね、全体がサテン調のキラッとしたフォースワンになってるんですけど、これめちゃくちゃかっこいいですね。こんなん出てたんですね。で、これアウトソールがクリアソールになってて、ちょっとこうスペースシャトル系、なんか宇宙とかをね、連想させるようなデザインでかっこいいですね、これ。なんていうモデルなんやろ、全然ちょっと知らないんですけど、すごいかっこいいですね、これ9999円。やば。これ最近出たジョーダン3ちゃいます、これ。これ去年ぐらい出てませんでしたっけ。これもアウトレット落ちしてますね。しかもお値段11199円、かなりお手頃ですね、これ。でやばいっす、これね、八村だらけ、八村のモデル、こちらしかも6999円。これめっちゃええな。あとでこれちょっと履いてみます。サイズちょっとあるか分かんないですけど、箱切れ商品、しかもさらに 20% オフですよ。超安いっすね。ちょっとこうパッチワーク調の、ダンク、この辺も表示価格から全部さらに 20% オフですからね。4999円からさらにね、20% オフですよ。めちゃくちゃ安いな。この辺とかも全部ジョーダン1ミッド、
何なんでしょうこれ。あとはフォースワン、これもこちらちょっとプライス貼ってないですね。八村さんね、25センチと 25.5 のコーナーに大量にあって28センチがないっすね。あとはまあローカットダンクがまあちょこちょこあるような感じ。僕あんまりダンクシリーズはね、買ってこなかった人間なんですが、これいいですね。普通に使えそう。なんかこれナイロンメッシュみたいな感じになってて、普段履きとかなんかトレーニングには良さそうですねこれ。はい、ということで出てきましたけども、やっぱあれですね、韓国もそうなんですけど、やっぱちっちゃいサイズめちゃくちゃ熱いっすね。八村とかもあれ6000何もでさらに 20% オフでしょ。あれ多分定価ねめっちゃ高かったと思うんですよ。エイトもね3万ぐらいしたのかな。2年ぐらい前に多分あれリリースされましたよね。でもめっちゃ高かったんですよ。いや、あの値段で買えるなら全然買うわシリーズですよね。昔僕あのジョーダン3とかもそうなんですけど、なんかちょっと気に入らんかった色とか、なんか2、3ヶ月後ぐらいに当時なんか9999円でドーンといきなりね叩き売りされたりすることって昔よくあったんですよ。なんかそういうのがここ4、5年なかったんですけど、本当に最近復活してきてて、あの八村とかもまあ言うたらものすごい叩き売りになってるじゃないですか。ほんまに昔に戻ったような感じしますよね。アウトレット今まで買ったことないナンバリングだったりとか、定価まで出していらんけどアウトレット価格なら普段履きにちょっと気に入らんから買っちゃうみたいな、9900円でジョーダン3買っちゃうみたいな、なんかそういう買い物の仕方できるんで。ただ昔と今と全然違うのはやっぱメンズサイズがいわゆるゴールデンサイズの 7.5 とか8とか、まあ、僕の場合9とか履くんですけど、あの辺のサイズがもう極端にないですね。女性の方でも結構ねメンズサイズ大きめに履いたりする方もいらっしゃるんでしょうかね。ゴールデンサイズは安くなってもないですね。昔とこれ決定的にもしかしたら違うことなのかもしれないです。あのジョーダン3の、トゥルーブルーでしたっけ、あのエミネム履いてたやつ、あれとかもプロパーでリリースされた時めっちゃ高かったんですよ。なんか軒並みその当時ジョーダン3が2万3000円ぐらいで多分出てたのが、そのエミネムのトゥルーブルー5、6年で聞かへんか、もう7、8年ぐらい前の話ですかね。それだけでまあ定価3万円ぐらいしたんですけど、プロパーでは売れてなくて企業店頭在庫みたいな感じで残ってたんですけど、アウトレットでドゥワーッと流れて1万5000円とかで僕買ったんですけど、もうツイッター見て速攻でねアウトレット走って買いに行った覚えがあるんですが、ここ2、3年で半年に1回ぐらいしかアウトレットやってなかったんですけども、まあ1ヶ月に1回ぐらいのペースでねいろんなアウトレットを今後は巡っていきたいなと思います。まあ今日はなかったですけどね。アワクロのこれポロシャツの3枚セット、こんなん今出てるんですね。昔は T シャツだけやったと思うんですけどね。これはボクサーパンツかな、昔愛用してました。これこういうアメカジならではのこういうペラッとした T シャツね、昔めちゃめちゃ流行りましたよね。もう多分着てる人はあんまりいないんでしょうけど、あ、これももう10年以上前の話ですけど、僕アワクロのデニムとかも超履いてましたからね。はい、ということで、アバクロで買い物しちゃいました。まあプレゼントなんですけどね。まあ時代の流れといいますか、なんかすごいですよね。まだアバクロがね日本に上陸してない頃ですよね。まあ、結構ね外資系ブランドによくあるんですけど、例えばまあ日本上陸する時とか日本に路面店建てる時とかってポップアップで結構視察するんですよ。どんな感じで物動くのかとか、日本人に対してどういうものが売れるのかっていうのをまずポップアップして、割とその立地に対しての集客だったりとかニーズとかをね結構調査したりするんですけど、もうめっちゃ売れてましたもんね当時。20年ぐらい前ですけどね、アバクロ。アバクロのなんかアウターとかも買ってましたけど、もう今や店員さんと喋ってましたけど、もう毎日あんな感じでお客さんガラガラって言ってましたからね。まあ最近僕自身もねあんまスキニーとか履かなくなっちゃったんであれなんですけど、アバクロのねやっぱスキニーすっごい形良かったんですよね。なんかこうアバクロってピタッとしてるようなイメージあると思うんですけど、ああいうピタピタのスキニーだけじゃなくてノンストレッチのスキニーとかも結構あって、ストリートブランドとかの高いデニム買えない人、割とねアバクロのデニム履いてる人いましたけどね。まだこんだけスニーカー盛り上がる前とかも、あのスキニーブームやった時ですよね。原宿とかでもアバクロのデニム履いてるとめっちゃいましたけどね。あとなんやろ、まあ、ちょっとだけ系統違いますけどヒスとか、今の 4,50 代の方とか愛用してはったね方とかもいらっしゃるんじゃないんでしょうか。ということで、ニューバランス見ときましょう。これフットロッカーでありませんでしたっけ。この2002も安いな。これ13,200円、なんかあんまナイキとかにはなさそうな色。まあ、もちろん僕も買ったことない色になるんですけど、この辺はこういうのアウトレットで買うとね非常にお得感感じますよね。プロパーではちょっときついっていう、アウトレット置いてるなら試しに買ってみようみたいなね感じはいいんじゃないでしょうか。 13,200円からなんぼ6000円ぐらい値引きになるんですか、プロパーより。あとはこちら9060っていうのかな、はい、こちらのなんか茶色系のやつ、ニューバランス大阪の店員さん勧めていただいて履いたんですよ。これも非常にね履き心地良かったんですよね。これもアウトレット落ちてますね。ということで、バンズ行ってみましょう。
このハーフキャップ普通に可愛いないですか、このヒョウ柄のやつ。普通に可愛いんやけど、今まで見たハーフキャップの中で一番可愛いかもしれへん、このハーフキャップ。しかも6589円。で、上がちょっと黒子風のね、昔ブラックのやつ持ってましたけども、それのちょっとエンジっぽいやつだったりとか。ハーフキャップもだいぶ増えたな、アウトレット。いやでもこれもナンバーワンやわこれ。あとはこんな感じのワンピース、ブルースリー。これも鉄拳のローに見えてしゃあないんですけど、ブルースリー。あとはセーラームーンだったりとか、まあいろいろありますけども、このベロアのオーセンティックとかもシュプリームに置いてそうっすよね。こういうのシュプリームもないっすか、なんかデザイン的に。めっちゃかっこいい、この黒ミッドソールのベロア。シュプリームの店員さん履いてても違和感ないようなデザインっすね。これめちゃくちゃおしゃれ。これ僕シガのバンズ以前何回かお買い物させてもらったことあるんですけどね、ここのバンズ結構面白いんですよね。しかも安いし。このオーセンティックのヒョウ柄とかも普通に可愛いですね、これ。あとはこの隣の花柄のオーセンティック、なんかちょっとサテンではないな、これ。なんかナイロン、ゴムナイロンみたいな。これちょっとね、気になって買おうかなと思ったんですけど、持って思いました。これこのハーフキャブだけ死ぬほど重たいですね、これ。なんでこんなに重たいんやろ。むちゃくちゃ重たい、これ。デザインはめっちゃ可愛いけど、死ぬほど他のハーフキャブに比べて重たいですね、これ。2倍ぐらいありますよ、これ。これわらび、クレープソールかと思いきや。はい。あ、そうなんですね。わらびエボでしたっけ、アウトソール。EVO、エボ。こっちのがね、従来のクレープソールよりもね、溶けずに使えるみたいですよ。びっくりしました。なんか変わったんかなと思って店員さんにお伺いしたら、まあ、こういう新しいやつが出たよということみたいですね。こっちの方がまあ溶けにくいというようなシリーズらしいです。新作みたいですね。これがゴアテックス。他にもいろいろ出てますけども、これがね、従来のクレープソールになりますね。僕も何度も YouTube でご紹介させていただきました。明るわらびクレープソール従来の、これがねものすごい履き心地いいんですよね。手に取るとまた履きたくなりますね。まあ持ってるんですけどね、冬たまに履いたりしますね、今でも。こちらは B グレード、表示価格からさらに 30% ということで、この定番のねわらびローも置いてますね。25,300円、プロパーの値段より B グレードということで 30% オフと。はい、まあ、ちょっとデカさえしか残ってないですけどね、定番のアラビーね、値引きになるって非常に珍しいんじゃないでしょうか。ということで皆さん、本日ねシガリューアウトレットいかがだったでしょうか。ごよと。ということでですね、まあ本日、まあ目玉っちゅうなんか目玉アイテムみたいなものはね、まあなかったんじゃないのかなと思うんですけども、であとは八村ジョーダンですよね。6999円からさらにまあ全品 20% オフ。なんかあの箱切りコーナーが全部 20% オフだったんですけども、まあ非常に安いなと思いました。前回のね、韓国旅で本番はそのヒュンダイの、アウトレット。ちょっと正式名称よくわかってないんですけど、ヒュンダイプレミアムアウトレットだったかな。まあ結局ナイキストアに関しましては工事中でまあ見れなかったんですけども、まあそこにはね、まあラッキーグリーンが置いてるということで、どうだろうな、まあ日本に流れてくるかなみたいなね、ああ欲張的なね期待をして今回まあシガリューアウトレット来たんですけども、まあ、置いてなかったですね。やっぱりジョーダン1の人気はね、まあ日本まあさすがやなといったところで、まあ海外よりもなんかこうジョーダン1に対するこう熱みたいな、そういったものをね、まあ日本は特に感じますんで、まあ、やっぱ流れてこへんのかな。まああとはねプレゼントですけども、まあ久しぶりにアバクロでまあ買い物したりとか、まあ、アバクロのねアウトレットも、このシガのリューアウトレットとあと御殿場のアウトレットだけなのかな。あとは、銀座のまあ路面店と大阪屋と最近できたところにはなります。まあ最近っていうとまあ4、5年もっと前か6、7年ぐらい前になるのかな、アバクロのアウトレットじゃなくて普通のプロパー店がねエキスポシティにもありますけども、銀座のねアバクロで買い物した時をね、まあ、思い出しますね。なんかこういうショッパーもらうと、当時20歳ぐらいだったかな、19と20歳ぐらいだったんですけど、アバクロのデニムが好きで、まあ、よく買ったりしてましたけども、まあまあそんな感じでね、久しぶりの、シガリューアウトレットでした。ということで今からね、安全運転でですね東京の方に向かっていきたいなと思うんですけども、まあ、今月9月の23、24土日ですね、2日間限定になるんですけども、この度スニーカーダンクさんと私崎山翼 L ジャパンとコラボによるですね、ポップアップストアがスニーカーダンク原宿店さんでですね、開催させていただくことが決定いたしました。ということでね、我らがスニダンということで、今回まあスニダンのね、原宿路面店で開催させていただくんですけども、当日、エールジャパンエクスクルージブパックからですね、こちら、スニーカーズコレクションボリューム2から、シカゴホワイトソックスメタリックシルバー、そしてですね、お、雨降ってきた？めっちゃ雨降ってきましたね。シカゴホワイトソックスメタリックシルバー、そして、エールジャパンアラビックロゴの LST、これも一応先行販売、そしてこちら、エールジャパンのスウェットショーツですね。だいぶね、もう秋口になって、スウェットなんかもね、全然履ける季節になってきたんで、まあ、まだまだね、まあ、言うても暑いんですけど、スウェットショーツ。ぜひ、こちらも、スニダンポップアップショップでですね、先行販売させていただくんで、ぜひゲットしていただきたいんですが、もう一つ、冒頭にもお伝えさせていただいたんですけど、今回、まあ、スニダンのコラボによるポップアップということで、開催記念といたしまして、スニダンのね、クーポン10万円分をプレゼントさせていただく、今回キャンペーンさせてもらってます。で、こちらは別に来場されなくても、全然参加できる、皆さん参加できる、めっちゃ怖いわ、この音。今一気に鳥肌立ちましたよ。
クーポンですね、この10万円分のクーポン券のキャンペーンに関しましては全然来場されてもされなくても全然参加できるイベントになっておりますので概要欄にね、詳しい詳細載せておりますのでぜひね、チェックしていただいて10万円分のクーポン券ゲットして好きなスニーカーもゲットしていただいて、でさらにですね今回まあスニーカーダンクさんとコラボによるポップアップストアということで崎山さんスニーカー持ってきてくださいってうち靴屋やから帽子じゃなくて靴持ってきてくださいってもうずっと言われてたんですよ企画会議の段階で。で今回はですねこちらは、ネット販売なしの、会場限定になるんですけども過去のもう昔のモデル2015年から大体17年ぐらいまでの、ユーズドの商談シリーズだったりとかあとはデッドストック、そして、まあ、1個だけ言うのであればエアジョーダン1のトップ3こちらもですね後日リリースさせていただこうと思ってます。また今回ねスニダンとエールジャパンのコラボによるポップアップストアで販売させていただきます商品はですね2023年9月の24日日曜日21時からエールジャパン公式オンラインショップでの販売もございますので、ぜひねそちらの方もチェックしていただければなと、皆さん思っておりますということで、今回のね動画おもろかったんやけど思っていただいた方ぜひともですねグッドボタンのほうとチャンネル登録もね、よろしくお願いします。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。ありがとうございました。